ラショードフォンは、スイスのヌーシャテル州にある基礎自治体。スイス時計製造業の代表的都市である。スイスとフランスの北西の自然的、文化的国境地域をなすジュラ山脈の南陸にある山合いの町として始まったラショードフォンは、現在、スイスのフランス語圏では、ジュネーブ、ローザンヌに次いで第三位の人口を有する都市である。 時計産業の中心地として知られており、ジラール・ペルゴ、タグ、ホイヤなどが本社を置く。また、世界最大規模の時計の博物館である、国際時計博物館が設けられている。中央市街は18世紀以末、大火事によって怪人に返したが、19世紀に優れて、計画的な再建が図られ、5番目上の整然とした市街として復興した。 この市街は隣接するルロックルの中心市街と共に、ラショードフォンとルロックル、時計製造業の都市計画の名で2009年にユネスコの世界遺産に登録された。また、ラショードフォンは2003年国際産業遺産保存委員会産業遺産の製造業部門に登録されている。ラショードフォンは近代建築の巨匠で、10スイスフラン紙幣にも描かれているルコルビュージエの 出身地でもあり、初期の住宅作品などが残っている。そのうち、ジャンヌ・レペルテは、ルコルビュジエの建築作品近代建築運動への、顕著な貢献マイナスの一つとして、ユネスコ世界遺産の暫定リストに記載されていた時期がある。ありがとうございます。